はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。今回は公認心理試験対策講座オンライン1分チャレンジ、過去問アレンジ問題、合理的配慮は個人の判断、組織的判断というテーマで、回答までは1分程度でお話をしたいと思います。こちら、弊社のアットセカンダリーアンダーバー JP、もしくはアット公認ウェブというツイッターアカウントなどで出題させていただいた問題でございます。こちらの答え合わせをしていきましょう。大学における合理的配慮の決定手続きは、学内規定に沿って組織的に行うべきである、丸か×かの2択でございます。この公認心理試験対策講座オンラインというシリーズの動画の URL リンク一覧は、本動画の説明欄、概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。さて、いかがでしょうか。回答を申し上げてしまいます。こちらの問題、回答は丸でございます。無料でご覧になられている方は、ここまでご視聴ありがとうございました。丸です。簡単に解説です。